こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回はサバカのループ北斗の拳コラボガチャいきたいと思います。で、散々悩みました。散々頭を悩ませた結果、今回はこのようにしたいと思います。まず SR ガチャ拳系を引きます。で、ジャギが出たらそこで終了します。で、もし出なかった場合、まあおそらく出ないとは思います。出なかった場合は、ループガチャの方に移行します。で、ループガチャに関しては、初回、もしくは2回目で出た場合は、そこで終了します。で、2回目で、ジャギが出て、複数出て、その次引いたら、プラス3確定する場合、なので、2回目に引いて、一気にプラ2までジャギが持っていけそうな場合は、3回目も行きます。で、3回目まで出なくて3回目まで引かされた場合は、4回目も引きますと。で、4回目引いて終わった時点でジャギがある程度解放してたらプラ5 SR でいいので狙いに行こうかなというお題にしたいと思います。なので、まあ、途中で終わる可能性もあります。ただ沼って4回目まで行く可能性もありますというところで、まあ、そのあたりは、まあ、ここのアカウントは本気で無課金で運営しているので、ぜひね、無課金、そして微課金でやられている方の参考になればいいのかな、というふうに思っております。ということで、まずはチケットガチャから行きましょう。10% からか。まあ、ここで出ればね、終わりなので、まあ、それでいいのかな、っていうふうに思っています。で、まあ、その北斗高校のこのガチャについて結構いろんな方からコメントいただいたりとか、僕もツイッターで積極的につぶやいたので、何も出ませんでしたね。皆さんからいろいろコメントをいただいて、まあ、それでいろいろ考えたんですよね。まあ、30ルームまで引いて、まあ、その、母体出ればいいなっていうのは当然変わってないんですけど、やっぱその、そこまで解放させる必要があるかとか、結構その、北斗専用機になりそうじゃないですかって意見が、まあ、たくさんあって、まあ、それもそうだなって思ったのもあります。で、まあ、その、ここ深追いすると僕、他の、その、常設で出るキャラとか、まあ、復刻がしやすそうなキャラとかが引けなくなる可能性あるので、まあ、そのあたりはいろいろと考えた上での結論にしてますっていうところで、このガチャ拳系は、パーセント系は何も出ませんでしたねと。いうところで、いい乱数調整ができたんじゃないか。お願いします。なんかサウザーとか出そうサウザーとかケンシロウとか出そう。さあ、ここで出ちゃっていいぞ。はい、満点満点ないか重くそ初期キャラということで、はい、まあこんなもんでしょうということで、まあ、本題はここですね。いやー、ほんと頼む。もう初回で出て終わってくれてもいい。そうすると SR35 でのジャギってどうなのっていう動画もサバカで出せたりするので、まあそんなのもね、皆さんの参考になるんじゃないのかな、なんていうふうに思ってます。なので、僕はどっちかというと早めに終わった方が精神衛生上いいかなとは思っていたりはします。さあ、行きましょう。久しぶりにガチャボタンに手かけたわ。サバカの方で。複数出て。数出て、お願い。はい、第1枚。あ、トキですね。はい、トキが出ました。まあそうだよな。まあそうですよね。ここは8キャラからですからね、まあ、そんなにうまくはいかないですね。ジャギ PR、 おお、めちゃくちゃ安定する。あ、ケンシロウ、リンちゃん、いやー、リンちゃんですね。ジャギの R。まあそうですよね。リンちゃん結構来たな。はい、ということで2回目行きましょう。うん。今のところはここで、出た場合は、プラス2確していないと、3回目に行かないということですね。はい。では、行きましょう。いや、出ていいぞ。出ていいぞ、でも。本当に出ていいぞ。さあ、頼む。暗転は、リンちゃん以外はするはずです。ケンシロウ、ジャギはするはずです。さあ、来い！おお、まあ、そうだよね。はい。ということで、これは4回目まで引くのが確定しましたね、と。まあ、そうだよな。難しいっすよね、このあたりはね。はい。
サウザ。そうか、リンでもよかったけどね、正直。サウザーめっちゃ出るじゃないですか。そして気になるのは、まだ確定枠以外出てないんですよね。はい。4回目までは引きます。行きましょう。ピンク、頼む。来い。わー、やばい、黄色い。めちゃくちゃ黄色い。これは、出ないやつですね。出ないやつですね。うわ、きっつ。なるほど。わ、これがあるからな。なるほど。そして、いや、もう、シンとか、SR もいないから、どうしようもないんだな、出ても。はい。ということで、ジャギは、30連引いて、R1 枚しか出てないですね。ということで、まあ、ここで、おそらく終わりになると思います。はい。いや、これ頼むわ。お願いします。誰でも安定するが。ここは流れ的には欲しいよ。お願いします。うわ飯がうますぎる。はい。ということで、主人公のケンシロウが出ました。うわなるほど。これジャギ来るかな？あ、PR1 枚いきましたね。なるほど。40連引いて SR35 か。うーわー、リンでよかったけどなー。はい。ということで、きつい。きつい。うわー、なるほどですね。はい。ということで、ガチャ券をゲットしに行きましょうか。まあでもここで終わっとくのがいいかなというふうに思います。まあ、そうですね。いやー、これは。いや、もうちょっとワンチャン出るかなとか思っていたんですが。まあ、厳しかったっすね。まあ、これが現実っていう感じの結果になりましたね、本気で。ちょっと待ってください。で、これを引くと、まあ、一応ジャギーが取れて、で、取っていいよね、さすがに。はい。で、まあ、問題というか、その、僕が、こう、すごい気にしているのが、結局、その、上限解放ですよね。ここのボーナスが、まあ、積みにくいっていうのが正直あったりします。なので、難しい。これ PR 一応、プラス5はありますが、正直追いガチャないかなっていうふうに思います。まあ、ここで止まっといた方が賢いかなというふうに思います。まあ、今後のね、ガチャとかもあると思いますし。なるほど。ということで、まあ、動画は、サバカの動画は出ると思います。まあ、SR35 のジャギって、果たして本当に使えるのかと。いうのは結構皆さん気になっていらっしゃるところかなというところなので、まあ、これは使ってみたいかなというふうに思います。で、まあ、ガチャ自体は完全に惨敗飯うまってやつですね。はい。というところなので、もしよければ皆さんから高評価、コメントいただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。こんにちは、ネマです。パープルアプリやっていきます。SR35 のジャギって取る必要があるのかどうかというサクセス検証をいきたいと思います。はい、OK。まあまあ強い。てか、ジャギも強いし、まあその周りのね。いうのもありますね。パート行きましょう。奥のまだ1回しか走ってないんで、まあ、2回走ったら取りに行った方がいいですね。オッケー。あそこは評価できるし、まあまあ点数も出てると。おー、最近よく来るね。